中国初の国産宇宙環境、地上シミュレーター、SESRI が27日、中国北東部黒龍江省の省とハルビンで受け入れ審査に合格しました。SESRI は、地上に設置された大規模な宇宙科学技術実験プラットフォームで、宇宙材料、デバイス、実機圏、物理学などの分野における 基礎科学研究のために設計された地上宇宙ステーションですハルビン工業大学と中国光天科学技術集団によって開発されプラズマ、粒子照射、太陽電磁放射などの9つの宇宙環境の要素を再現することができます中国の宇宙研究における主な科学施設であり東北地方で 最初の主要な科学技術インフラプロジェクトでもあります。